はい、皆さんこんにちは、大木モデルスでございます。女子のりです。はい、今回こそはトラゴンまで作ります、はい、ということで、これ初見の方はね、このプロビデンスガンダムをオリジンガンダムとミキシング、白いところがオリジンガンダムですね、はい、で中のフレームとかもオリジンになってます、うん、そこら辺をね改造してるんですけども、今回ね頭のね上、前から見た時はまあぼちぼちいいんですけども、はい、上から見た時はこう狭さというかね、絶壁具合がちょっと気になったので、うん、ここ改造したろかいなと思ってます、はいはい、どう改造しようかなという感じなんですが、うん、ちょっと悩みますよね。そうですね、あ、間やるにしてもちょっとあれかなということで、はい、何か考えて時間かけてやっていこうかなと思いますが、皆様は数秒後に改造が見れると思います改造後が見れると思いますね。そして気力が尽きてなければ、はい、ドラゴンのところもついて、ある程度改造完成のところまで、ね、お見せできるかと。ただ、はい、お約束はできませんということでこれから改造した時のパワーの残りぐらいで、はい、やってみますので、交互期待という、はい、それではね、この頭、薄い頭がねどうなるかっていうのをちょっと絶壁解消、はい、数秒後にまたお会いしましょう、はい、ほぼ、はい、5時間後、はい、じゃん、こんな感じ、うん、ごっついけないなってますよ、はい、どうですか、すごい、ひさしをね深くかぶってね、いい感じになってると思いますよ。芸能人の変装ぐらい久しかぶってますね。そうですね、はい、ちょっとアップしましょうか。はい、こんな感じ、絶壁、まず直したところですね、はい、この、まあ、ちょっとグレーにグレーなんで、ここうっすらねこう色違うのがあると思うんですけど、うん、2ミリ、はい、こうとここね、はい、こことここでこう分かれてるので、うんうん、2ミリ、うん、貼りました。なので前後に2ミリ顔というか頭が、はい、広くなってますというかね、はい、でちょっと顔上げましょうか、見えにくいのでね、はい、ちょっと撮りましょうかもね、はい、顔だけ出ちゃう、こんな感じ、うーん飛んでいきましたね、発射しましたね頭だけこんな感じになってます、はい、一応ねこう前から見てもらった時も、はい、一旦ここでねフェイス部分を切り離してます。これ立体成形なんですけど、うん、切り離してこう下から見た方が分かるかな、切り離して別パーツにします。で、この赤いところにつければね、はい、取れませんので、うん、で、2ミリ、幅増ししてるので、はい、後ろのパーツにこの赤いパーツをこう刺すんですけども、うん、それも2ミリ浮かしてます、うん、なので顔ギリギリね前まで来てます。で、こう見てもらったらなんとなくわかるかな、この黒っぽいところに、はい、グレーのなんか貼ってあると思うんですけど、まあ、ちょっとここは乾いてないんではっきり削ってませんけど、だいたい形出してますけどね、これ、プラ板、はい、こちらひさしが 0.5 ミリ上から見たら分かるんですけども、うん、下に、プラ板こう貼っつけて、うん、で削ってますので、はい、上下に幅増しだけではなく、ね、横部分も広くなってます、うん、で、このここのこう尖り、はい、黒いところにつながってる尖り、がかなり短くて、なんかこう前からアイアンクローでも食らったんですかみたいな感じのね狭さだったので、はい、広くしました。ここ1ミリプラ板貼って、はい、でプラスパテで、成形してます、はいはい、でかなり、大変でした。うでそうした時にこれ今バランスよく見えないですかね、はい、これバランスいいなって思っていただけたらね、うん、ありがたいんですけども、うん、なぜバランスいいかというと最後のワンポイント、はい、ここの面
こう、うっすらグレー違うでしょ、うん、0.5 ミリプラバン貼ってます。これによって頭の形が良くなってかっこよく見えると、はい、あ、絶壁解消、ね、こんな感じ。すごいイケメンですね。なので気力がなくてドラグーンまで作ってません。あのね、大変よ。そうですよね。こうちょっとの改造に見えるかもしれないですけど、いや細かい、もうたい焼きの指を見ていただいたら分かると思うんですけど、この細かいのをするのにね、どれだけのこう注意を払いながらやってるか、イケメンっぽくないですか。すごい、かなりかっこよくないですか。え、なんか美容師さんみたいですよね、うん、絶壁を解消する。そうですね。でまああとは面を出して、うん、だるくなってるところ、まあここら辺もちょっとだるいですよね、はい、切ったままなんで、うんうん、こういう感じでだるかったので、はい、全部磨いて角を出します。なのでピシッとしてるんですね、はい、で、まあ、これだけだと頭だけかよお前と、はい、話なんですが、こっからミソですよ、かっこいいでしょ。かっこいい。今いろいろやってますよね、はい、フリーダムはまあ改造終わりましたよね、デュエルやってますよね、はい、顎をなくしましたね。なくしました。顎を違うキットから持ってきました、はい、ね、動画外で、はい、イケメンにしました。ね、アメリカ的イケメン、顎しゃくれてますみたいな。すごい。この顎がこうグレーのところが青からグレーになってる、グレーのところが、はい、まあ、足したパーツで、全体的に形も変えてます。わかんないかもしれないですけどね。なので、こう並べた時にね、こう並べた時に、うん、まあ、あ、こっちのプロビデンスの方がもちろん強いですよ、うんうん、なのでまあ超絶イケメン、はい、弱イケメンぐらいに変えてしまった。似たような変えですね、まあ、頭を前後に幅増し、はい、こちら、うん、デュエルは 0.5 ミリ、こちら2ミリ、うん、まあ、こっちもともと頭ちっちゃかったんでね、うん、はい、で顎しゃくってます、はい、でこちらはフェースパーツ、ベースパーツ化して、うん、ほうれい線的なものがはっきり出るようにね、はい、しております。で、こう並べた時にまあほぼほぼ同じ大きさになるように改造しました、うん、ほぼほぼ同じ大きさ、先ほど動画の最初と比べるとね、こちらの方もスタイル変わってると思うんですね、うん、まあそこら辺はね、ミソですので教えませんので、皆さん想像しながら真似してくださいね。スタイル変わってるんですよ。なのでね、あのドラゴンも改造しないといけないんじゃないかなと思っております。はい、大きさが、うん、大きさがね。なので、まあ、そこら辺もまあ合わせてみてね、改造いらないよってなるかもしれませんけども、はい、プロビデンス改造完了は次回まで引っ張らせてください、はい、気力がつきました。いや、じゃあ皆さんこう分かっていただけますか。若い、この黒い縁がこうピシッとなってるのが分かりますか、うん、あともう一個説明しますとね、ここ 0.5 ミリ増えてるってことは、ここのハメ部分も 0.5 ミリを削ってるわけですよ、うん、ね、そういうすり合わせとか、はい、いろいろしながらやってますのでね、すり合わせしてはめてますので、こう振っても落ちませんよね、これね、はい、精度を出すって大変なんですよね。すごい、はい、なのでね、まあちょっとここら辺で勘弁してもらおうかな、はい、超絶イケメンじゃないですかこれ、うん、ね、なんだろう、すごいスタイル良くなったしイケメンになりましたね。そうですね、まあ、元キットがあればね比べれるんですけど、なかなか元キットはね、うん、あの入手できませんのでね、はい、またそこら辺は入手できたらね、この改造したバージョンと比べようかなと思っておりますけども、はいはい、ディエルの方がね入手できましたのでね、はい、改造終わりましたのでノーマルと比べるとやりますので、ぜひね、はい、シード好きの方応援いただければと思います、はい、それではこの動画面白いと思いましたら、グッドボタン、チャンネル登録、ツイッターもよろしければね、ディーラー模型研究所の方でウリさんがね一生懸命デュエル、はい、ノーマルキットやってるのもね、多分動画も出ますしライブもありますので、ね、はい、ぜひそちらを見て楽しんでいただければなと思います。よろしくお願いします。それではさよなら。さよなら。